ライアー。デュラー、ディラ、ライアー、ライアー、古典ギリシア語、a え、普通、ライアー、ドク、ライラ、ライアー、デリラは、弦楽器である。本来は古代ギリシアのてごと、発言楽器を意味するものであった。後に、形態の近い,いくつかの楽器をこの名で呼ぶようになった。中世ヨーロッパにおいて、ライラ、リラなどの名称は、発言楽器のみならず、 似た形状の弓で弾く、殺言楽器にも用いられるようになった。これにはフィドルから発展した一族も含まれる。一方、ライラ、ライアは、ハーディガーディを指すようになり、ライアは、さらに転じて、手回し、オルガン、バレルオルガンの意味に学った。また別に、古代ギリシアのリュラー型の枠を持った、打楽器の一種でリラを名乗る者、ベルリラまで現れ、しばしば混乱を招いている。 古代ギリシアにおいて、朗読会はデュラーで伴奏された。ギリシア神話によると、リラを発明したのは若き神ヘルメースである。彼は大気の甲羅を動物の比較とアンテロープの角で覆った。デュラーはアポロー音的中溶と平成差の徳と関連づけられた。これはディオニュソス的な笛が高骨と紅葉と対象を成すものである。 この楽器の実際の起源としては、南欧、西アジア、北アフリカの各地が挙げられている。デュラーを持つ、阪神、英雄タンは、デュディア帝国に接する小アジア、現在のトルコ沿岸部のアオロス系、または、イオニア系のギリシア人植民地に見られる。また、別のギリシア人入植地であるトラケアは、オルペウス、ムーサイオス、タミュリス、 のののような神話上のュラーの人の生まれれ故郷であると信じられてきた古代ギリシア人がエジプトの箱型弦楽器をキッサルあるいはキタラーと呼んだことからわかるように彼ら自身ギリシアの楽器との類似性に気づいていた古代エジプト文明の前世紀は古代ギリシア文明を遡ること5世紀でありキッサルが生まれたのもその頃であろうかくして我々は デュラーの元となる楽器が古代イギリシア文明以前に、ギリシアの近隣諸国、トラキア、リュディア、エジプトのいずれかに存在し、そこからギリシアにもたらされたのであると推論することができる。デュラーは楽器の象徴で使われることがあり、欧米の軍学隊の希少になっていることも多い。日本でも古くは帝国陸軍の軍学部エリ部希少。 および陸上自衛隊音楽科の職種気象になっている。また、消防音楽隊や警察音楽隊、海上保安庁音楽隊でもデュラーは気象になっている。デュラーのフレームは中空の共鳴箱からなっており、そこから2本の腕が立ち上がる。この腕も中空になっている場合がある。両腕はいずれも外側前方に曲がっていて、横木によって上端で連結されている。 根元にも黄木があり、弦の振動を共鳴箱に伝えるブリッジになっている。上端の横木とブリッジ、またはブリッジのさらに下にあるテールピースとの間にガット弦を張る。角弦の長さは大きく異ならないが、単位長あたりの質量、太さと張力が異なる。これらの点は、現代のギターやバイオリンといった弦楽器と共通である。最低音が、 奏者から一番遠くになるように構える。長弦法には二種類あり、竜図を締める方法と、大木に弦をかける位置を変える方法があった。おそらくは、両者が併用されたのであろう。弦の数は、時期によって異なり、土地土地でも異なったかもしれない。四七十弦のものが愛好された。指板が用いられたことを指示する、文献的証拠は全く存在しない。 弓が使われたこともありえない。平らな響き板がそれを許さなかった。役中、クラシックギターをチェロの弓で弾くことを想像せよ。一方、バチは普通に用いられた。右手で持ち高音源、弦の上部を弾いた。使用しない場合はリボンで楽器に結ばれていた。左手の指は低音源、弦の下部に触れた。英雄時代のギリシアで、デュラーが何弦で、 超弦法がどうだったかを示す証拠はない。プルタルコスは、オリュンポーストでは、朗読会にわずか3弦のものが用いられたという。テトラコルドを2倍にすることで、4弦の楽器から7ないし8弦の楽器が、もたらされたように、トリコルドと6弦のリュラーとが関連付けられる。この6弦リュラーは、多くのギリシアの古い花瓶に描かれている。楽器の細かい部分を、 きちんと表現するのはいささか面倒なことである点を考えると、これが正確な描写であるとは言い切れないが、わざわざ異なった弦の数にするとも考えにくい。右手の鉢で引いた弦を左手の指で押さえる姿が常に描かれている。古代ギリシャ文明が今知られているような姿をとる、前は、リラの長弦においては、幅広い自由と地域性が認められたのだろう。この点は、古くから、 半音階や四分音が利用されていたことによって裏付けられており、イニシエの法上と音調を宣伝していこうとするアジア的な傾向等を示すものと思われる。デュラー、リラは今日でもギリシャのいくつかの地方では主要な民族楽器となっている。例えば、クレタ島や北ギリシア、マケドニアのポンティア人地域である。このタイプのリラは 奏者の大替の上に垂直に構えられ、バイオリンと同様に弓を用いて演奏される。この楽器は20世紀前半に音楽家であり、治療教育者であったエドモンド・プラハとエドマンド・プラクトによって生み出された新たなものである。この場合は一般にライアー、ライアー、またはライアーと呼ばれる、発音的にはライアーが近い。彼がスイスにある。 シュタイナー教育の治療教育の現場で働いていたことからスイス、ドイツを中心としたシュタイナー教育で用いられるようになった。現在は教育楽器としてよりは演奏楽器としてドイツを中心に世界中に広まっている。銅は歪んだドーナツ姿をしており、その一辺から他辺へ平行に半音階に弦が張られている。弦は全て金属弦が使われている。 ピアノの発見に当たる弦と黒鍵に当たる弦とで張る高さが異なっており、発見は高く、黒鍵は低く貼られる。右手は楽器の表から発見を、左手は裏からドーナツの穴に当たる部分を通し黒鍵と一部の発見の弦を演奏する。音域の違いでアルトライア、ソプラノライアなどがある。スタジオジブリのアニメ映画、千と千尋の神隠しの主題歌、 いつも何度でもの伴奏でいられたことでも知られる。ドイツを中心にいくつかのライアメーカーが製造している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。